どうも、Dコレクションのニッチです。Dコレクションのほのかです。最近ですね、学生さんからの LINE の相談も多くてですね、まあその中でも結構こうやっぱり部活やってて鍛えすぎて肩幅広いんですとか、足が太くて何を合わせたらいいかがわからないとか、なるほど、結構がっちり体型の方のお悩みっていうのもよく見かけるようになってまいりまして、なるほど、ね、みんな仕上げてる時期ってこうそう今日はがっちり体型のカバー術と、まあこういうコーデ似合いますよっていうコーデをいくつか持ってきましたので、なるほど、はい、そこの説明をさせていただければと思います。はい。はい、上半身は鍛えやすいですからね。鍛えやすいですからね。何が大事かというと、トップスに大きめのアイテムを持ってくる。お。ビッグシルエットとか、と最近まあ流行ってるオーバーサイズのコートだったりとか、っていうのをまあ持ってくることで、こう肩の位置をこうごまかすことができると言いますか、はい、あまり目立たなくすることが可能です。トレンドでね、まあ、ここ数年ビッグシルエットだったりとか、まあ、最近リラックスシルエットとか、そうですね、言われますけど、すごく流行ってますね、はい、市場にはそういったアイテムもゴロゴロしてるんで、そうですね、すごくおすすめです、はい、特に、まあ、今の時期だったらこうロング丈のアウターを着ていただくと、肩の位置もそうですし、ちょっと体型が崩れ出したこうぽっちゃり体型の方とかにも、こうお腹周りだったりとかお尻だったりとか隠せますので、そうですね、この辺も隠せるので、そうですね、すごくおすすめの、はい、アイテムになっております。はい、ちょっとお試しいただけるとよろしいかなと思います。体型もカバーできて、なおかつトレンド感も取り入れちゃうと、素晴らしいじゃないですか。一石二鳥、なんとまあ素晴らしい、一枚、はいはいはい、ということで、はい、スポーツやってる時は下半身大事ですからね。そうですね、はい、おすすめなのが、まずワイドパンツとか、こうゆったりした、ね、さっきからこうリラックススタイルが流行ってますよっていうふうに言ってるんですけども、トレンド感があって、試していただきやすいと言いますか。そうですね、はいはい、ワイドパンツで足全体を隠しちゃいましょうっていうのがまず一つ、そうですね、はい、と、はい、あとはこうテーパードタイプの太ももがこう余裕あるんですけども、どんどんこう足首に向かって細くなっていくテーパードシルエットの、はいはい、ボトムなんかもこちら使えるかなと思います、はい、スキニータイプよりも足へのこう密着度っていうのが少なくて、そうですね、かつでも細身に見えるっていう、かなりこう使えるアイテムですので、そうですね、はい、足首に向かって細くなることでもスタイルはよく見える、そうですね、はい、はい、効果があるので、つながってきますので、はいはい、足の太さにお悩みの方にはおすすめの、はいはい、ボトムとなっておりますので、ぜひぜひ、はい、試していただきたいなと思います、はい、まとめますと、ビッグシルエット、はい、リラックスシルエットを着れば解決ということですね、そうですね、トレンドも合わせつつ体型カバーもできるという、はい、はい、まあ、シルエットでいうと、ワイドパンツとかだと A ラインですね、そうですね、男らしいシルエット作れますし、はい、コートとか使えば Y ラインシルエットとか、はい、まあ、ワイドパンツとコートで H ラインとかっていう感じ、あ、そうですね、上級者向けのね、はい、コーデもありますけれども、はい、全体的にこうリラックスシルエット、大きめのサイズを着ることでカバーできますので、はい、できます、はい、はい、まあ、ユニクロさんとか GU さんとかでも、そうですね、そういったものっていうのはすごい多いですし、お手軽にこうお買い求めいただけますし、そうですね、はい、はい、まあ、Dコレクションでも、はい、ここ数年ね、ビッグシルエットのアイテムっていうのは出してはそうですね、いますので、すごく人気ですしね、はい、まあ、体型でお悩みの方がいらっしゃいましたら、はい、はい、今日の動画を参考にしてみてください。はい、はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日の動画が少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたら、高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。お願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。なんか周り気になる方のカバーにも隠せるしね、使えるんだぞ、なんだぞ、なんだぞ、ここ使われてたな、この間どういこうかな、はい、僕言うか、あ、いいです、話に振る、はぁ、すい